はい、トリシーの大将です。本日は2021年の7月の21日でございます。先ほど、トムとジェリーのレビューを上げまして、次は2本目をすぐ見ました。タイトルはビバリウムという映画ですね。で、男性の役者さんはたまによく見るんですけども、女性の方はちょっと分かりませんでした。はい、早くちょっと情報を伝えたいので、見た結果を申します。仮的なハレードはどこ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 どん、はい、2点でございます。借りるのはやめなはれということでございます。久しぶりに見ました不条理映画でございます。しんどい。もう63歳でこの映画はもうギブアップ。はい、よく見ましたね。普通ならね、30分で止めてますね。はい、我ながらよく最後まで見ました。はい、昔ですね、父ちゃんが18歳、頃に映画専門学校に入りまして、で、おかしな講師の先生がいましてね、君たちの見てきた映画はね、商業映画だって、そういうくくりなんだよっていうね、で、これから本画の映画を見せてやると言われまして、1ヶ月ぐらいですね、実験映画と呼ばれるものをその当時、よーく見せられました。タンスと私とかね、タンスをね、ただね、担いでいく2人の男たちの話とかですね、で、有名なところではですね、高林洋一いう監督の、素晴らしき蒸気機関車なんかを撮った監督なんですけど、この監督のですね、商業映画としましてはね、本人殺人事件という映画をね、撮ってね、これはね、とっても面白い映画なんですけどね、その人が撮りました、書き蔵詩。見たことほとんどないでしょうね。これがね、まあ、すごい映画。説明するのもいいんですけど、ちょっと説明難しい。すっごい面白いことは面白いんですけどね、ガキ同士、もしどっかで見れる機会があれば見てください。これはね、最後まで飽きません。まあもうめちゃくちゃな、どう言ったらいいですかね、不条理映画ですね。ピュアじゃない、シュールの世界ですね。もうだからね、そんな映画ね、久しぶりに見ました。はい。皆さん、借りる必要ございません。もう一遍言いましょうか。何でしたっけ？タイトル、ビバリウム。はい。しんど。そんなこんなで今日はこの辺で。ではまた。